はい、こんにちは、山城と申します。さあ、スターステールプレゼンツね、ステラジということでね、やっていこうということでね、第3回放送ね、久しぶりの放送って言ってね、まあ1回から2回の間の方がね、10年近く空いてましたんでね、それと比べたらまあ3ヶ月、4ヶ月なんですけどね、まあいろいろとね、他の動画、近況報告みたいなのをね、ちょろっと上げたりはしてましたけど、まあツイッターとかね、見ていただいている方はご存知だと思うんですけど、まあドタバタ、非常にドタバタが続きましてですね、すいません、いろいろとちょっと動画のアップロード自体ね、編集等もね、ちょっと、手を止めている時期がありましたんですけど、一応ね、まあちょっと音声放送からって、あとはちょっと部屋撮りとかね、そういったのがメインにはなってくるとは思うんですけど、まあ、再開していこうかな、順次ね、ちょっとメインチャンネルの、新規収録もちょっと再開していこうかなということでね、まずはこのラジオの放送をね、やっていこうということですね。まあ、多分ね、ラジオは週1で、今後はね、ちょっと週1回は目処にね、ステラジの方をアップロードしていきたいと思います。実はサブチャンネルの方でやってるね、ラジオ放送、誰も聞かないラジオっていうのをね、始めたんですけど、あっちの方が実は何やかんや言って再生数がね、入ってましてですね、まあ、あっちの方はですね、まあ、どちらかというと結構、ですので、関心、どういう話に関心があるのか、今、政治関係やってたら、意外と政治関係でね、ちょっと関心を持っていただいている方が集まってきたんで、どちらかというと、あちらの方がね、政治をテーマにしたね、話をするような、形でね、やっていこうかなという目処が立ってきましたんでね、うん。でこっちの方はちょっと、かなり、まあ、雑談多め、まあ、オタク要素もね、多めの話をと思うんですけどね、まあ、私が言うてね、最近あんまりオタクっぽい、ね、活動全然できてない、観光でも全然ね、やってませんからね、っていうところではあるんですけど、まあ、そういう感じでね、まあ、こっちの方でもね、ちょっと、口を滑らせるって、滑らせるというと言い方が悪いですけどね、まあ、多少ね、喋るね、ところをね、戻して、まあ、近況報告なんかもね、こっちの方ではね、いろいろとざくばらんにやっていきたいなと思っております。で、まあ、今後のね、ちょっと動画の投稿方針とかね、どうしていこうかなというような話もね、していこうと思いますし、で、まあ、詳しくはね、この後、ちょっと本編ね、まあ、一応今、イントロダクションということでね、やりますけど、まあ、またいろいろと話していきたいなと思っておりますので、ね、よろしければね、この後もね、番組の方にお付き合いいただければと思います。それではね、スターステールプレゼンツ、ステラシーということでね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、改めまして、こんばんは、山亮と申します。まあ、ということでね、第3回放送を始めていこうということなんですけど、まあ、3ヶ月ぐらい空きました。まあ、第1回から第2回がね、すごく長かったんで、第1回から第2回で8年ぐらい空いてたんですけど、10年近くね、空いてたんですよね。そういうところで言うと、まあ、3ヶ月なんで、だいぶ短い方ではあるんですけど、とはいえ、ラジオ番組としてはどうなんだっていうね、レベルがございます。まあ、メインチャンネルに関しましてはね、11月の途中からね、ずっと毎日更新自体はしてますんでね、動画を上がってるのはご存知の方 もいるのかなと思いますけど、いかんせん再生数が入ってませんのでね、3再生とか4再生ですからね、おおという感じなんですけどね。とはいえですね、やはりラジオ番組もね、まあ、とりあえずね、1日2回更新がね、今日で終わるはず。明日以降は、1日1回配信での、配信予定で組んでありますんで、プログラム自体がね。で、一応2月中は毎日更新できるかなというか、古いやつのね、リバイバルをやっておったら意外といい量になってきましたんでね。まあ、毎日更新しとかんと、ちょっとあれ、回数、次のネタがアップロードできやんなっていうね、ところになってます。意外と先週がですんで、あれ、やってみたら意外と大変やなというふうになってるんですけど、ゼロからやってますんでね、まあ、それあたりはね、またおいおいね、お楽しみにしていただければと思います。まあ、そもそもね、元の動画自体がね、100再生もいってないような感じだったんで、多分ほとんどの方がご存じないと思いますんで、それね、見てもらったらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、まずはね、何が大変だったか、このね、まあ、年末年始ですよね。まあ、近況報告みたいなことをしとこうかなと思うんですけど、やはりもう一番やはり大変だったのが、交通事故をね、起こしてしまったっていうのがありましてね。まあ、ちょっとこれで、まあ、もう全部持ってかれてますね、年末以降は。そうですね、もう正月もですので、一切出ませんでした。初詣も行ってません、今年に関しては。もう出かけるのは一切、不要不急以外の、もう別にで、本当に必要に、が、を、となる、ね、出かけ、いわゆる買い出しとかね、そういうの以外には一切出かけませんでしたし、
まあそれは今もなんですけど、でそのもうドライブなんて持ってのほかです。もう一切ドライブなんてやりません、ですんで、まあ今後の投稿自体はね、多分国鉄道関係のがですね、比率としては多くなると思うんですけどね。だとはいえね、あの都心部と違ってやはり地方都市ね、四日市に住んでますんで、全くね車を使わずにね生活できるかといったら、それはね完全に不可能なんですよ。まあどうしてもあの職場をね公共交通機関が使えないね、車でなんとか通えないようなところとかがね、職場だったりしますし、そういう兼ね合いもあってね、ちょっと車を全く使わずにね過ごすっていうのが難しいんですけど、とはいえねその、まあ、点数とかの問題もあります。いろんな問題もありますんで、車はねもうなるべくもう本当に使わないようにで、できるだけで買い出しにもね自転車で済ませれるものはね自転車で済ませてと、いう感じで今は対応しています。まあしばらくというか今後はこうなっていくのかなと思います。まあちょっともう車運転するのもね、まあ、だいぶね疲れてる状態でねやはり運転してたんでね、それもね影響があったんだろうなと思います。もう本当にね、渋滞すごい渋滞しとってね、その日、まあ、クリスマスでねすごい渋滞しとって、あの米山街道、あ、松本街道とかね、あっちの方なんですけど、松本街道か米山街道入る前やったな、のところでね、まあちょっとうちらをねずっと走っとってね、だったんですけど、まあふってね前が空いてね、あ、いけるなと思ってね、ふわってねアクセル入れて、そしたらふわっそっとね、集中力がね、ふわっと消えたんですよね。それで気がついたらもう目の前に来てなかったって感じでね、びっくりしましたけどね、本当に、本当に、もう、本当にいろんなところに迷惑かけてしまいまして、もう本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、やっぱりですね、まあ、それもあってね、まあ、いろいろと、まあ、金銭面でね、まあですから大変なところも起こってるまして、まあでまあねいろんなところでね行ってますからなんですけど、まあ私ね全然資金繰りがね安定してるというか全然安定してない、ね、というかむしろね非常に厳しい状況にあるというのはね、もう別にねあの何かそのこそこそやってるとかそういうのではなくてですね、まあ、単純に今までいろんな仕事接客業をね中心にやってましたけどね、まあいわゆるあの本当にあの貧乏暇なしと言いますかね、まあ働いても働けるだったらね、まあ、本当にあの接客業ね、まあどこかとは言いませんけどね、接客業をね全般的にやはりねサービス産業とかもやはりすごいですからね、だからあの多分驚くかもしれませんけど、私ねほぼほぼずっとね365日ずっと仕事やってる仕事人間ですけどね、あんだけ働いとって周りの人はね多分どれぐらい働いとるかね、リアルでね付き合いになる人は知ってると思うんですけど、手取り10万なかったりしますからね、あんだけ働いとって、まあ手取り10万あったらいいか、そう手取りだったらそんなもんですね、収入で12、3万とかって、ですから年収にしてあの手取りの年収じゃないですよ、本当に年収にして200万切るなんてのがザラでずっとありましたんで、そうするとねやはりね、ちょっと年下があるとねすぐにいわゆる借金生活のものにゴロゴロって転がっていくわけなんですね。まあ特にまあきつかったのが 3.11 の後はねまだ良かったんですけど、私の場合リーマンショックの後きつかったな、あそこで非常に厳しくなってね、その後もちょっといろんなトラブルがあって全財産を失うとかねいろいろあったんで、あったんですけどね、まあ本当に一番ピークで厳しかった時はガス止められて、一袋11年のもやしを買ってきて、それを半分に分けて、塩をかけてく、塩をかけるか胡椒をかけるか、たまにタバスコをかけて食べるっていうね、それで上をしのいでた時期がありますね。そうすると1食6円っていうね、塩をかけてもまあ7円には満たないだろうというぐらいでね、あの時期厳しかったですね。そうガスが止められてたのが一番きつい、だからもやし炒めも作れなかったんですよね。あれはきつかったな。結構いろんな特色症がバンバン飛んできてね、そうそうそう、まあギリギリでねやってましてね、まあなんとかねよくなんとか抜け出したなと思いますけど、あの時は真面目にホームレスになった時にはどうやってあの寒さをしのぐかってね、調べたりしてましたからね、まあでね本当にそんなこともあって、まあでその後にね人生で一番悔しい出来事が起こるんですけどね、もう忘れもしませんけどね、それでねだいぶ苦しかった時にね、
あれはね、すき家に食べに行ったんですよ。で、時期がバレてしまいますけどね、当時どんどん値上げを雇った時期でね、牛丼が。で、すき家が唯一値下げに振って270円やってたんですよね。そう、それもあって普段あんまりすき家食べに行かないんですけど、というかもうそんな状態だったんで外食なんて持ってるほかでしたからね。で、あら久しぶりにちょっと500円くらいね、ポンってできたんですよ、お金がね。いろいろとまあ節約とか、まあいろいろ身の回りのものを切り売りしたりしながらね、やっておって、ちょっとうまいことマージンができたもんで、久しぶりに牛丼を食べようと思ってね、すき家の牛丼、すき家がその時並盛り税込み270円だったんで、すき家に行こうと思ってね、並盛りのね牛丼を1個頼んで食べてたんですよ。久しぶりの牛丼やと、うわーありがたいありがたいと思ってね、食べとったらね、裏でね、当時はね、まだ外人のバイトの子が全然いなかった時期でね、大学生かなっていう感じのね、バイトの子たちがね、その時はね、2人いたんですよね。よく好きはワンオペって言いますけど、なんか入れ替わりの時期だったのかなんかでね、2人おって、で、1人が、お、もう、あ、そう、もうさっきあのカウンターのお客さんおめ、何盛り一杯なんかありがたそうに食っとるよ、お前、貧乏くせえとかってさ、マジウケるわーって、何単品でってね、お味噌汁もらうときやんと何盛りだけでって言って、マジウケるわーって会話が聞こえてきてね、それがね、ほんと悔しくてね、ほんとにね、食べて終わってね、車に帰ってからね、なんか泣けてきてね、しばらく車運転できないぐらい、じゃあもう二度とね、こんなこと言われるようなね、生活からは脱却するぞってね、思ってね、やってましたけどね。あの時は一番厳しかったなーっていうのをね、思い出ですね。だからそれ以来、すき家で並盛り単品は頼んだことないですね。松屋では頼むんですけどね。すき家ではもうだから二度と頼むかと思ってね。まあ、ですからあまりすき家にも行かなくなりましたけどね。まあ、まあ、全く行かないわけじゃないですけどね。あ、でもあの店には行かなくなったかなっていうのはありますけどね。まあどの店か忘れときます。まあ私がおすき家で見かけたらその店じゃないんだなというふうに思ってもらったらいいんじゃないかなと思いますけど。まあそんなね、こともありましたね。まあそんなこともありますけど、言ってね、今もね、だから資金繰りがね、まあね、低収なり月収制なんでね、低収のはあるんですけど、ね、そう、それまでは時給制がほとんどですかね。郵便局も言うて時給制ですからね、あそこ。ユーメイトなんで。時給制でしたから。ね、それと比べると安定して、ね、収入が入るのはね、ありがたいところなんですけど、まあ言うてね、やはりね、借金がある身としては、ある程度副収入とかも入れてね、収入がね、多いんで越したことないんですよ。言うてね、そんな、高収入でね、やってますよっていうわけではないんでね、今の会社、基本給でいくと、年収、週200万に行くかな、行かないかなぐらいですから、210万ぐらいまで行くのかな。基本給だけで計算したら、残業とかがつけばもちろんもっと行きますし、まあ、おかげさまでどうなんだろう、200は出ていっとる。年収ベースで多分、250か300ぐらい稼がせてもらったのが、300行くか行かないかぐらいまでは、稼がせていただいてますからね。まあ生活する分にはね大丈夫なんですけど、まあ今回ちょっといろいろとその故障のねこととかが入ってきましたんでね、そうなってくるとね、一気にこれね、資金繰り悪化ということになりますんでね、そうするとこのメインチャンネルというのもね、ある程度、資金、その1000人達成とかね、いわゆる、収益化っていうものをねちょっと考えてきてないんだっていうふうに、ちょっと考えるようになってきました。前はね、もう0人でもいいですよというね、スタンスでね、やっておったんですけど、やはりちょっと収益化というものも考えて、まあ、それが一つお客様目線でのね、投稿というものにも、つながってきて、品質改善につながるんじゃないかなというふうにね、いうふうに聞きまして、まあ、やってみようかなと思います。まあ、多分無理だと思いますけど、1000人はとてもじゃないといかないかなとは思いますんで、ね、まあ周りの人からもね、もうコテンパンに言われてますんでね、うちのチャンネルに関しては、まあまあまあ結構してもね、オタクが多いんでね、やはりゲーム実況とかね、そういったのとか、あとパチンコ関連、
なんかパティスロ関連しか見ないよっていう人もねほとんどなんで、私の場合だと、まあボートレース好きな人もいますしね、まあそんなあたりがいろいろな、少なくともあのこういったあのいろんなねところに行ってね、それであの散布してる動画アップロードしたところでね、何が面白いんだというね、あのどういうコンセプトなんだとかね、あの散々聞かれます。どういうターゲット層になっていて、ね、何もわからんというか、何も面白みがわからんとね、なんかね、あのね、なんかレイヤーさんが出てくるとか、そういうわけでもないし、まあ、ですからね、まあ、そういうふうに言われたら、もうね、もう元も子もないんですけど、まあ、一応こういうようなね、なんか散歩系動画というのかな、そういうようなね、感じのやつもね、あるのかなと思いますし、まあ、あとはね、スターステールの方は、まあ、今後もそういった動画もなんですけど、あの、4つ目の方ね、あっちの方、まあ、これはこれでまたちょっと動画でね、あの、依頼動画みたいなの作りますけど、もしね、これをあの聞いてる段階でもいいんで、あの四日市とかね、4つ目っていう方をやってますんで、四日市、通いなべっていうね、3文字を取って4つ目にしてるんですけど、いわゆる 北中世ですね、まあ、桑名、木曽崎、四日市、いなべ、東院、川越、朝日、小物、鈴鹿、亀山、通ぐらいまでの間で、ですね、そこの間でね、ちょっといろんなね、お店紹介とか、街ブラとかね、そういったようなね、本当にあの、いわゆるローカル番組みたいなのをね、作っていけたらなと思ってます。で、これね、またちょっとこれはこれでやりますけど、ですね、お店紹介とかね、そういったのもね、やっていけたらなと思うんですけどね、まあ、外食店とかね、今はもう大変な時期ですから、逆に言ったらね、そういった感じでね、少しでも紹介ができてたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、これね、二つ、メリットというか、ウィンウィンな話なんですよ。大手さんでしたらね、それはもういくらでもね、ぜひうちのところに取材来てくださいとかっていうのがあるんでしょうけどね、ぜひね、お金も出演料とかね、いわゆる企業依頼っていうやつですね、いうようなね、形でね、やってくださいみたいなのがあるかもしれませんけどね、うちのところになってくるとね、これね、結構ね、実はまあ、ここだから言っちゃいますけど、断られてるんですよね。やはり町村ロケとかやっとって、ちょっといいお店あるなと思ってね、すいません、ちょっと YouTube とかやってるんですけど、撮影させてもらってもいいですかって言うとね、9割方断られます。ですんでね、まあ、一応名刺とかも持ってね、ね、やってますけどね、ああ、もうすいません、うちはそういうのは一切お断りしてますんで、とかって言ってね、終わっちゃいますもんで、そうするとね、やはりアップロードもできませんから、こっちもね動画のネタにもできませんから、まあ、変だし動画のネタもね私たちもね、通して使えるところもね欲しいですし、でまあついでにね、お店さんの方のね、少しでもね宣伝とかにねご協力になれればとも思いますんで、そういったような感じでね、全然依頼料とかいわゆる企業依頼みたいな、ね、100万円とか依頼料とかかかりますよとかってありますから、あんな一切いりませんから、いよいよお家来て撮ってきてって言われたらね、全然カメラ持って、ただまあ仕事やってる身なんでね、なかなか日程調整とかがね、うまいことつかないこともあるかもしれませんけどね、で、ちょっとすいません、ちょっと行きませんっていうこともあると思いますし、まあ今ちょっと車もね、一応車、まあ自分の車が一つやってきたんで、まあ全くね、動けないわけではないですけど、まあね、まあある意味これもね、お仕事と、まあね、考えれば副業というふうに考えればね、まあそれはね、最低限は使える。まあなるべくちょっと公共交通機関で移動させてもらおうと思いますんで、そのあたりもちょっとお話ができてるかなと思うんですけど、全然ツイッターとかの DM とかね、あっちの方とかで、いただいても大丈夫なんで、なんか問い合わせ先みたいなね、パッと入れてもらったら、それで対応させてもらいますんで、ぜひね、ぜひちょっとうちのところ遊びに来てよっていうのがあると思います。基本的には全部お食事代とかも出しますんでね、まあ、ただちょっとお高いところだとちょっとさっきも言いました通り、非常に懐事情厳しいんで、今外食非常に厳しい状態なんで、ね、なかなか、ね、単価1000円以上するね、丼物とかって言われるとね、なかなかね、手を出すのがね、あれです。今ね、ケンタッキーフライドチキンのね、バーレルっていうのがね、もはやね、もう超高級品ですからね、私の中の財布のっていう状況なんで、いや、飯代出すからちょっと紹介しててよみたいなね、あるとね、非常に助かるんですけどね、まあまあ、そこまで言いません。全然撮影が OK ですよっていうだけでもね、全然違いますんで、
あの言うといてもらったら、あの私もまた日程調整してね、あのちょっとペタッとね、あのちょっとお邪魔させてもらう、まあ、なるべくね混む時間帯、まあというか私が12時にご飯を食べる人間じゃないんでね、あのちょっとずらしたオフピークの時間にね寄らせてもらったりとかっていう形になると思うんですけど、まあいろいろとできればと思ってますんでね、まあ、少しでもね地域社会に ね密着してね、四日市を中心にね、こう三重県北西部をね、北中部ね、北中西でね盛り上げていきたいなと思ってますんでね、まあそれもね、あたりもねできたらなと思っております。まあ今後のね予定としては、まああとは観光でとか、すいません、本当はねいろんな観光でとかお宅話もねここでねどんどんね捨てラジでねやっていきたいなと思うんですけど、ただね、予定としてはね、またちょっとコロナが明けてからにはなるんですけど、ある程度就職してからなんで、春先以降、夏前かな、多分6月くらいにはまた梅雨の時期に入ってきたらコロナ落ち着くとは思いますので、ひとまずね落ち着くとは思いますんで、ウイルスなんで、あの高温多湿になってきたら弱いはずなんで、でそう、そのあたりで狙っていこうと思うんですけどね、まあまあそのあたりまで、あ、いや、あれは政治の話ですよ、ね、ちぐはぐはね、もうとんでもないね、とある国の内閣がね、もうとんでもないちぐはぐがね、政策を作れてるおかげでね、私ももう大変な目になってますけどね、うん、どの子の国の人とは言いませんけど、ここでは。ね、ということで、それもあって、まあ、夏前ぐらいには、一応ね、裏代表とかと話はしてましてね。まあ、ちょっと二人で撮る。まあ、もともとこれ、ステラ時代一回をね、もしうまいこと聞ける人がいたらね、聞いてほしいんですけど、どっかにな、あったらね、ちょっと今探してるんですけどね。やっぱちょっと、レンタルサーバーに上げてたんですけど、レンタルサーバーの、契約自体が切れちゃっとっても、サーバーのデータが残ってないんですよね。うん。ですから、どっかにバックアップが取ってられればいいんですけど、ちょっと見当たらないもんでね、まあ、それあたりもちょっと見つけれたらやりますよという感じなんですけど、まあ、第1課はね、裏代表のシアっていうのがね、出て、2人で喋っておったんですけど、まあ、そんな感じでね、もともと2人で喋るつもりでね、始めてたラジオだったんで、うん。また、裏代表のね、視野さんとかね、読んだりとかね、あとね、別のね、やつとかもね、何回かね、つけてるんですけどね、県内のやつとかに、まあ、うちはね、言ってるんですけどね、一切に、出たがらないのでね、うちのチャンネルに。君たちうちのメンバーなのにっていうね、まあまあメンバーもね、まあ、ほぼほぼ勝手に私がメンバーって命名してるだけですからね、はい、君今日からメンバーだっつってね、10人ぐらいにね勝手に言ってるだけですからね、まああれなんですけど、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、まあとりあえず裏代表とはね改めてやって、まあその時はね多分ねもうオタクネタ満載になると思いますし、まあパティングスロットネタとかも非常に多くなると思いますけどね、まあそのあたりはまたご期待いただければと思います。でまあぐだぐだと喋ってますけどね、まああとはサブチャンネルの方は、ちょっとね、目処が立ってきたというかね、今ね、再生数が実は多いのは、サブチャンネルの誰も聞かないラジオの方が一番聞かれてるっていうね、一番再生数があるっていうね、非常に矛盾した状況になってるんです。50再生くらいいただいてましたね。ありがとうございます。まあ、ちょっと、びっくりするようなね、政治関係でね、すごくいい人間なチャンネルのね、方からね、コメントをいただいておってね、最初アイコン見たときに、よくあるじゃないですか、有名な YouTuber さんなので、同じアイコンにしてるね、個人のユーザーさんってるじゃないですか、あれかなと思ってカチカチって書いてね、よーく見てね、ポチッとしてみたらね、本当のご本人さんだったっていうね、ことがありましてね、まあ、それもあってかね、その金屋でね、ちょっといろいろとね、来ていただいてるみたいで、ありがとうございます。ですので、ちょっと秋の方もね、ラジオも聞かないラジオと、よもやま雑談ね、雑談って形でいろんなね、まあ、自己啓発みたいなこととかね、政治ネタとね、自己啓発とね、まあ、どうやってニュースを見るのか、そういうのもね、まあ、ある意味私の社会学のね、お仕事でございますからね、物の見方というのかね、そのあたりもね、できてればなと思っております。でね、まあ、サブチャンネルで、今後もね、メインチャンネルの動画、多分ね、2月のね、2月の頭かな、中旬ぐらいからの配信の分からは、BGM とかも入れるようにね、ちょっといろいろと工夫をし始めてます。ですのでね、ちょっとでもね、見やすいようにちょっと入れて、今と、上げてるのは、とりあえず今ね、阪急のやつ上げてますよね。京都からね、四日市から京都までバスで移動して、で、そこから大阪観光をやりますよ、というね、意外とあれコスパ良くて、あれ本当おすすめです、安い。でね、今度ね、ちょっとまた、これ予告というか、
コロナが出たらやろうかなと思ったのが、京都までね、同じように高速バスで行って、あれ420円で淀屋橋に行ったんですけど、あれね、梅田までね、400円で行く方法っていうのを見つけたんですよ。京阪、京阪じゃない、京阪を420円で、あっちです、阪急。阪急でちょっと歩いたら五条河原町っていう、で、駅が、までね、あれね、歩いて行き距離じゃないんですよね。あの鴨川をねずっとね登ってって、いわゆる清水から祇園まで歩くようなぐらいの距離らしいんですけどね、その感じでね行けるらしいんで、まあ、京都の街をちょっと歩いてね、そうすると400円で梅田にねドーンと阪急梅田に出れるっていうね、これは得じゃねえかということでね、それもちょっと試してみようかなと思ったりしながらですね、まあいろいろとね、考えているところではございますが、まあね、動画を見やすいようにっていうんでね、いろいろ BGM 入れたり、まあ1個の本数をね、短くしてっていう風にね、やっとったらね、特に、で、その阪急のね、やつが終わったら、しばらくちょっとリバイバル、リマスタリングしたやつね、何から作ってたっけ、あれだ、駅間散歩のね、亀島から中村西駅まで歩いた時のやつをね、改めてまとめてね、まあ、見やすいようにちょっと工夫してね、BGM とかを加えてね、ちょっと分かりやすく見やすいような感じに仕上げてみましたよっていうのと、あとは、あれか、その後近鉄ターミナル完全制覇ね、去年の年末、あ、去年、一昨年か、もうね、2019年の年末に、行ったね、旅行動画、あれがね、初期の段階、あの頃までの動画っていうのは、1分30分でまとめてたんですよね。水曜どうでしょうとか結構意識してた感じもあって、今も編集の仕方はね、結構どうでしょうの意識はしてるんですよね。変な話、旅行に行くときも、例えば、はい、旅行に行きました。はい、次の目的に着きました。って言ってね、観光地をパッと撮ってね、はい、次のところとかね、そういう感じじゃなくてね、その道中ね、どうでもいいだろう、乗り換え駅に来ましたよってね、最近アップロードしてないと何、淡路駅が出てる、阪急の。うん、なんか山田駅ってのを見つけましたからね、急遽乗り換えることにしましたよ。これだけで1本撮っちゃってますからね。そんな感じのね、で、山田駅も、山田駅から北千里行くまでの間なんて普通なら5分ぐらいでワンコーナーにまとめそうなものをね、これだけでね10分動画3本作ってますからね。山田駅、いやすごいですね、ここでも山田がありますよなんて言って、山田一丁目、山田西三丁目なんてありますよなんて言いながらね、山田川なんて流れてますよなんて言いながらね、そっからあね、駅前でそんなのを見てるだけで1本作って、で、大吉寿司さんでマグロのやつ買ってからね、北千里まで歩いていく途中で1本作って、で、北千里は北千里で1本作ってでしょ。いやーね、って感じでね、そういう感じで、まあ、ある意味ね、こう余すことなくね、お届けしておると、やっぱり聞き声がいいんでしょうけどね、普通ならカットするようなものもガンガン流してるから、だから質が悪いって言われたらそれまでなんですけど、ね。ですけどね。まあ、そんな感じでね、改めてね、近鉄のやつもね、あれ、最初35分が40分ものになってたんですよね。で、あんな感じで、作っとって、道中からちょっと短くなっとるんやけど、何せあれ作るのにね、1日仕事でしたからね、30分動画作るってなってくるとね、うん、で、それをね、デスルからもう細かく分けてね、見にくかったんで、正直、だいぶ見にくかったんで、もう一駅ごとにね、あの時は17駅から8駅くらいまとめて、ガガガガガって紹介しておったのを、一駅でね、まとめて、もう、じっくりじっくりとね、いう形でやっておったらね、今ね、21回までね、撮ったんですけどね、これでね、第2話の、元のネタの第2話の前半にもまだ満たないんですよね。いやー、すごいですね。1話から17話くらい。撮っておるっていうね、まあエコなね商法やっておりますよ。挙句の果てにもともと撮ってあるねやつのリマスタリングですからね。ですから全然本編に使われてなかった映像とかもいっぱい使われてますんでね、全然リフレッシュで楽しめると思います。であとね、まあここじゃなくてこれはちゃんと本編でも言わないといけないかもしれませんけど、一応ねいろんなねモザイクの使い方ねが分かってきましたんで、やっとこさ、ちょっとね、モザイクを入れたり、特にね、改めてね、2019年の映像を見ると驚かされますよね。みんなマスクつけてないから、結構ね、顔隠してね、やってみてますけど、
今のねやつを見てるとやっぱミートマスクつけてるんでね、だいぶねそのモザイクとか入れなくて済むっていうのは非常に助かりますねっていうのもありますんで、まあ今後のね上げるやつはね、まあちょっと試しにねいろいろちょっとだいぶ隠しながらやってますけどね、まあ今後ちょっとコンプライアンスというよりはちゃんとね、あの本来はねジュースする形でね、あのよく肖像権の問題でね、そんな少しでも出ておったら肖像権の侵害だろうというか、あの違いますからね、あのそんなこと言ったらあのテレビのマチブラの時計全部コンプライアンス違反になっちゃいますんで自然とあのね、あのそれこそ生中継で今日はねどこどこのお店に来てますとか夕方のワイドショーとかよくやってるでしょ。でね、あのね、それでね美味しい食べ物食べて、あ美味しいですねってレポートさんが言ってる時にね、薄で映ってる背景の人とかねバンバン映ってますよ。あれね大丈夫なんだ、大丈夫なんですよね。であっちの方のが全然視聴さされちゃいますからね、何百万ですとか見られるわけじゃないですか。テレビのワイドショーなんて何百万で聞かない場合もあるわけでしょ。それに対してこっちとかね、ここ再生とかですかね、それでこっちの方が肖像権の侵害だって言われたらね、そんなね大変なことなんです。まあただね一回打たれるとまた打たれたり大変なんでね、それはそれでっていう話なんですけど、肖像権に関してもまあ、ね、ちょっと詳しくやってみたいなと思いますけど、まあやるならどうせやるなら多分それはサブチャンネルなのかな。いやでもこれをメインチャンネル取り上げてもいい気がしますけどね、難しいな、ここのね線引きは難しいんですけどね。まあなんやかんやとね一応まあ分けながらねやっていきたいなと思ってます。でまあ BGM とかもやってね、で今後のそれでは新規収録に関しては多分部屋取りが増えると思います。まあコロナの兼ね合いもありますんでね。まあね、もう隣の部屋で収録しようかなと思ったらね、それはそれでもうね、寒くてね、あそことガタガタなんでね、よく収録を使ってる部屋ね、冷暖房がないんですよね。まあ暖房がいなくなったらちょっと、ヒーターをね、もう足元に置いてやってもいいかもしれませんけど、いかんせんね、だいぶ寒くてね。まあそれでね、今もね、布団にこもりながらね、もう完全にもう布団に丸まりながら、撮影してますけど、これもこれでエコですからね、なんてね、思いながらね、やってます。まあね、まあ部屋取りかね、まあとりあえず部屋取りでね、準備してあるものもね、だいぶ遠いんでね、それもね、ちょっと使っていきたいなと思いますんでね、いろいろと小道具とかね、あと古いね、ちょっといろいろとね、やっていこうと思ってね、あさってきたものとか、まあ物はいっぱいありますんで、我が家。あの、無駄に本当に物はいっぱいありますんでね、あの物捨てられない人間なんで私、もう典型的ですよ。あの何せね、あのゴミの片付けをするとね、もうね恐ろしく進まないんですよね、逆に言うとなんでみんなそんな捨てれるんだろうってね、謎、私には謎なんですよね。なぜならもう全てのもの、もうここに置いてあるそのメモ帳、何に使うのか分からない、分からないメモ帳に書いてある、何って書いてあるのか分からない文字でも、その一つ一つに全て意味があるんじゃないかと思ってしまうんですよね。どうして今ここで私はこれを見つけてしまったのか、これにはきっと何か意味があるはずだって言って、メモ帳もポイってすりゃいい、わけのわからん、どうでもいいようなメモ帳の一枚一枚も全てこれはどういう意味があるのかって考えてしまうんで、結果的にどうなるか何も捨てれないです。もう全てのものに、意味のないものなんてないんだって。ちょっといいでしょ。ちょっといい言葉も僕聞こえませんか、こう言ったら。なんでね、そういうようなね、発想の人間なんでね、そりゃね、もう全然物捨てれないんですよ。ですからね、物が溜まっていく一方でね、そこにね、まあまあ間取りで広い家に住んでるっていうのをね、厄介でしてね、置けるんですよね、間取りが広いと。多分ね、普通のね、東京とかだったらビッグスイグの間取りだと思いますが、もう全然ね、安いところなんですけどね。うん。ね、何畳あるの全部で。30は大バカ、25畳 ?25 畳ぐらいはスペースあるのか。ね、うん、そう、部屋が行くとかにも書いてますしね。うん。で、収納スペースもね、広いんですよ、この家。なんでね、襖とかがね、すごく広く取ってあるんでね、全然物しまいますんでね、まあ、一人暮らしには全然、オーバースキルなぐらい、まあ、でも一人暮らしの人も多いんですけどね、家族住みのね、人とかもね、普通に住めてますからね、うん、まあまあまあ、そういうようなね、間取りなんでね、物がいっぱいなんですよ。まあ、今はまた友達のね、荷物、それこそ、その、うちのスターステールのね、団員のね、荷物もね、いつになったら引き取り行かされるのかね。一人暮らしをね、一人立ちしてね、また再就職したんでね、一人立ちをしたらね、ね、そこでね、一人暮らしを始めて、荷物も引き取りに来るよって言ってるんですけどね、まさかの初日でダウンするってね、あなた初日でダウンするって、あなたってね、
ちょっとそれの承認勘もやろうと思ってね、準備してたんですけど、ちょっといろいろできなくなってしまいましたんでね、県外に行っちゃいましたんでね、いろんな兼ね合いで。ね。で、まあちょっとそこはね、あの、寮なんで、あの、ちょっと荷物持っていけないということでね、はいはいはい、わかりましたよ、ということでね、我が家に、未だに置かれてますけどね、ね。うん。まあ、そんなような感じでございます。あとはね、まあ、BGM とかもいろいろね、つけてやってますよ、ということなんですけど、まあ、でも、あの、そう、知らんかったんですけど、あの、最近まで全然気づいてなくて、あの、YouTube って、YouTuber 向けに、あの、フリーで使える BGM っていうのが公開されてるんですよ。公開って言ったらいいのかな？あのね、まあ、あの、多分これ YouTube やってない人が全然何の話やと思う。YouTube スタジオっていうスタジオっていうのがあるんですよ。これ自体はね、YouTube のアカウントを持っていたら YouTube スタジオっていうのにアクセスができるようになってるはずです。あの、誰でも動画の投稿自体できますからね。で、YouTube スタジオっていうのがね、アイコン、パソコンの場合は、右上に自分のアイコンが出てるじゃないですか。そこを押すといろいろメニューが出てくると。その中にね、YouTube スタジオっていうのがあるんですよ。で、これ、YouTuber さんはご用達。あの、YouTube の主に投稿、とか、投稿した動画の編集、コメント情報とか、あとは動画の再生解析とかね、そういったのがいろいろとできる、機能のところなんですけど、ここの中にね、オーディオライブラリーとかあるんですね。私、何のことか全然知らなくてね、全然クリックしてなかったんですけど、このオーディオライブラリーで、公開されているあの音楽っていうのは全部 YouTube の、 それこそその収益に使うような、動画にも自由に使っていいですよ。これを使うことによって収益から外されるということはありませんっていう BGM の一覧みたいなのがありましたね。全然知らんくてね。で、改めてあさっとったらね、最近あのやつでね、結構いい感じのね、それこそその街舞台ロケとかにね、あ、これ一つじゃないかなっていう感じのね、BGM とかがね、こう見つかったんでね、どんどんそういうのを使っていきながらね、やっていきたいなと思います。まあ、そんな感じでね、やっていきます。まあ、とりあえずね、久しぶりだったらいろいろと喋ってますけど、まあ、今後もね、まあ、週1ペースでこっちの方もやって、で、あとはね、ちょっと細かいところとか、まあ、サブチャンネルの方誰も聞かないラジオ、まあ、もしくは多分、読む山雑談みたいな形でね、いろんなテーマに絞ってね、ちょっと、話もしていこうかなと思ってますんで、よかったらね、そちらの方もね、ご引きいただければと思います。ということでね、まあ、これぐらいでとりあえず締めてみようかな。またね、第4回放送、まあ、来週には、月内にはね、開けたいなと思いますのでね、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。あとはまあ、ぼちぼち、動画の投稿やっていきます。あ、そう、メインチャンネルは、ね、2月いっぱいはね、一応毎日更新でできるようにしておきます。で、3月以降はちょっともしかしたら週3に戻すかもしれません。まあ、そのあたりはまあ、ちょっと動画の、編集のね、頻度とかも見てね、うん。まあ、古い動画だいぶいろいろとね、編集しない人がだいぶ回数は作れそうなんでね、それに部屋取りとか合わせてね、やっていきたいなと思いますんで。で、あとね、さっき言った4つ目の方のね、お店ね、四日市界隈でね、四日市、この北中星ね、界隈、三重県北中星界隈でね、ちょっとっていうね、来てよっていうところがあったらね、ぜひ取材してよみたいなところがあったらね、まあ、一応これでも外食関係とか接客関係を長いことやってましたし、一応外食で、まあ、言うて一応ね、ホールのね、責任者っていうような仕事をやってましたから、一応ね、それなりに一応経営マネジメントみたいなこともね、一応やってましたから、それなりに、その、ね、単純にそのお店のね、紹介をさせてもらうだけではなくても、例えば、まあ、一応それなりのね、経験者としての、知識とかね、そういったアドバイスみたいなのもできればな、と思ってますんで、全然そんな、コンサルタント料とか全然いりませんから、私の場合。うん。ただ、プロじゃないんで、コンサルタントの仕事は、まあ、ここから長く話すけどもいいかな。いいか。もう話した。コンサルタントの仕事ってね、ちょっと、間違えられ気味というか、まあ、難しいところなんですけどね、コンサルタントに頼むことによって、経営が、改善されるんだとかね、そういうようなね、ところ、まあ、そういう側面もあるんですけど、コンサルタントっていうのはね、経営を導いてくれるんだみたいな、側面っていうのもあるんですけど、コンサルタントの一番大きな仕事っていうのは、多分、
基本的なコンサルタントの仕事ってなってくると、いわゆる下手を打たないようにする、だからホーム関連で、例えば、カラオケ関係でコンサルタントやるっていうなると、どういうところを見るかって言ったら、まず申請手続き、消防署とかに出す申請手続きに不備がないかとか見るんですよね、で、あとは例えば、消防設備に不備がないかとかいう確認、例えば、実際に、進展の、調査に、私付き合ったことがあるんですよね。バイトだったのよ。あの時はもう社員だとか、一応社員だっとって、まあ、バイト時代から知ってる本社の人にね、ちょっと呼ばれてね、陽太君来てよって、はいって言ってね、それでね、まあ、地域のね、ちょっとこの辺りの、土地勘ないからさ、って言って、あ、わかりました。まあ、私一応地元、そっちの方も詳しいんで、私も見ます、って言って、で、一応この辺りに大型なショッピング施設があって、ここら辺から今度バイパスが通りますよ、みたいな話とかしながらね、って見とったらね、そう、まあ、だからコンサルタントじゃないですけど、その人は本社の人ですけど、で、で、おったらね、陽太君これまずいよって言ってね、上の方をね、刺すんですよね。私何かわからないんですよ。で、そこのね、経営者の人もね、オーナーさんとかもね、何がまずいのか分かってなかったですけどね。見てよ、陽太君これ何がまずいか気づかないって言われて、あ、わかんないですって言ったらね、これね、煙管なんだよって言われてね、煙管って、煙管はさすがに分かったんですけどね、煙管地域ですね。消防法改正されて、これ根付かねないとダメになっちゃってるから、今の消防法だとこれ引っかかっちゃうよって言われてね、あ、そうなんやってね、そういうのって違いがあるんやって。で、まあ、確認したらね、そうじゃなくてね、そこがね、スペース、ちょっとね、複雑なね、お店でね、満喫とカラオケ屋さんを1対1で割ったような店だったんですよね。今ある快活クラブとか、快活クラブのオープンスペースとカラオケボックスがあるような感じのイメージのお店でね。で、その満喫のオープンスペースのみたいなスペースがあったんで、そこのところが要は煙管になっておって、だから予定では全部これをカラオケルームに変更するみたいな話だったんで、あ、このままだとできないよ、これも全部換気機変えないとダメだよって言って、そうするとちょっと予算が変わってきますよみたいな話とかね、しておって、多分ね、そういうようなね、いわゆる下手を打たないような、防衛ホームとかね、いわゆるコンプライアンスというか法令遵守とかね、そういったところに関する、不備を見つけたりとかして、その不備のないようにしてちゃんとした経営ができますよっていうのを作るっていうのが一番の多分コンサルタントの基本的な仕事だと思うんですわ。実際教えてもらったのって、私もコンサルタント、昔ね、コンサルタントの人にね、一から、それこそ外食関連をね、教えてもらったことがありまして、そういった経営コンサルタントとかね、ついてね、1対2、こっちが 2でね、新卒の子2人と、ね、やりましたね。あの時4人、違う、あれは、あの研修は2人であったわ。あれ、クマさんは、クマさんはまた 別の人についてやってたんだ。外食のコンサルタントの方に入ったのは2人だったんだ。そうだ。で、2対1でね、1人のコンサルタントの人が2人、私ともう1人同期のね、コバちゃんにね、教えてくれてね。不思議な組み合わせでね、楽しかったですけどね。で、その時に、マニュアルの作り方とかいろいろ教えてもらったら、そう。でね、いろいろと、あれは本当に勉強になってね、本当にね、助かった。で、今の仕事でも実は活かされてますよ。こっそりですけどね、工場で何が違う、あれなんやって言ったら、意外とその、工場でそんな、マニュアライティングとかね、まあ意外とね、通ずるところはありますんでね。そう。というか、変な話、例えば、工程とかね、作ったりするときにも、変な話、外食業のマニュアルの作り方っていうノウハウが、工場のラインの組み立てとかを見とっても、ここってこうした方がスムーズにいきませんとかね、なんかね、読めるようになってね、意外とそれはね、意外と役に立ってます。で、その時にね、説明する
こうのが一番あれかな、役に立ってるかな、これってよくした方がいいよねっていうのは多分ね結構言えると思うんですけどね、具体的にこれってこうすると工程が減りますよね、工程が減るとここで作業ロスが減るんじゃないですかみたいな言い方をするとね、結構上の方とかねには具体的に言うじゃないですか、工程でこれで10秒ぐらいかかってるこの工程のロスが減るんじゃないですかっていうとピンと来やすいっていう、そういう説明の仕方がね役に立ってるなというふうには自分の中では思ってますけどね、そういったねこととかね、そういったいわゆるイロハをね叩き込むというのは一つコンサルタントの一番大きなところなのかなと思ってますんで、そういったのが完璧にできるわけじゃないんで、法務関連とか完璧に覚えてるわけじゃないし、特に消防法関連とかいろいろと改正になってるの私分かりませんから、食品衛生もね、ですのでもう今やねもともとプロだった素人のおっちゃんなんでですから、ある程度参考になるね、あれでもこれで食品衛生大丈夫っていうようなところとかね、そういったところとかはね私なりにね言わせてもらって、まあそんな意見ないし聞きたくねえよって言うんだったらねまたあれなんですけど、いやいやぜひご参考までに聞かせてくださいなっていうね、方いましたら、それはもう私も全力でね全然うちも動画のネタがね一つでも増えるとね、ありがたい話なんで、じゃあそういう感じでね、お互いウィンウィンでねやれるようなねところとかね、またそういうのもね、もしね万が一ね商工会会議所様とは言いませんからね、商店連合会さんとかね、だから2階の四日市で言うのはね、2階の商工会議所さんとはね、そんなね大それたことは言いませんので、ね、4階の商店連合会さん、商工会議所の4階に、ね、商店連合会会さんってところが入っておってね、とかね、なんかねちょっとね商店街の特集やってくださいよみたいなね、ちょっとここどうみたいな話とかね、全然ありましたね、吉田にね対応しますんでね、もなんかご一報いただければ、ね商店連合会社の方ね、一応確か電話番号置いてたはずなんでね、昔の仕事の時に商工会議所さんにも私置いてたのかな、もしねあっと思ったらね、この山城という名前でピンとね、来た、関係者の方とかいらっしゃいましたらご連絡いただけましたらね、吉野に対応しますので、ぜひね、よろしくお願いしますということで、ね、いろんな、コネクションね、使ってね、やっていきたいなと思います。地域密着型でね、いろいろやっていきたいなと思ってますのでね、それを4つ目でね、で、スターステールのメイン動画は、まあ、全国放送向け、まあ、どうでしょうみたいな感じでやって、で、4つ目は、いわゆる、四日市のもうローカル番組局みたいなね、感じの、放送に、どんどんやっていって、で、別途、郵便関係はね、YouTube って形でね、郵便いろいろ雑談とか YouTube って形でね、何を隠そうね、うちでね、一番再生数稼いでますのは YouTube ですんでね、意外かもしれませんけどね、投稿頻度は全然低いんですけど、漬物みたいなもんなんですよ。あれ、漬け込んでおいて、そのまま出しておいたら、ね、世の中の YouTube でね、いろんなね、お肉売ってますよ。生鮮食品売ってますけどね、YouTube みたいなね、お漬物ね、売ってるね、ところね、しかもね、郵便だけですよって漬け込んでおるね、漬物屋さんなんてね、ほとんどないんでね、あとマロンチャンネルさんとかはありますけどね、まあ、うちの方のが、どっちかっていうと、解説とかになってるのかなとは思いますけど、ということで、あまりないということもあってね、実は、結果的にね、郵便の関する動画って言ってね、調べるとね、意外とうちのところが上に上がってくるらしいんですよ。ありがたい話で。おかげでね、それで、ね、見られてるんですよね。ただチャンネル登録に至ってないっていうのはどういうことだというね、ところではございますけど、それはおめえの動画の質の問題だって言われて、それまでなんですけどね。ということで、まあ、このあたりで、お後もよろしくなったかなと思いますので、まあ、そんな感じでね、ちょっといろいろと役割分担とかも見えてきたかなというところで、今後もね、やっていきたいなと思いますので、またね、よろしければね、いろいろと動画にね、お付き合いいただければと思います。ということで、まあ、これぐらいで、とりあえず今回の放送は、締めさせていただきたいと思います。大丈夫かな？どれぐらい撮った？ 1 時間ものになってる。あ、1時間近くになるな。まあ、いいか。そういう感じでね、やりたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。ということで、これぐらいでね、動画を締めたいと、動画でね、ラジオね、ステラジ、スターステルプレゼンツ、スターステルプレゼンツ、レディオショー、ステラジでしたっけ。正式名称はね、ステラジ第3回、終わらせていただきたいと思います。どうも、ありがとうございました。